分かった。他に言うことはありませんか？ああ、成婚計画の未来は君にとっては害しかない。早く離れた方がいい。じゃあ、あなたは？こういう世界を離れるんだ。そうすれば君にはまだ未来がある。とにかく教えてくれてありがとう。理解できません。メイ博士曰く、あなたは孤独な男の子でした。ですが、私よりあなたの方が人類という定義から離れていると思います。僕にとって何かの定説を受け入れることはそう難しくない。未来のリッチ社には人類の将来を背負う能力があるとメイが言うのなら、僕も全力を尽くして彼女たちのために半日よりずっと多い時間を残そう。ですが、あなたがしていることは高みの見物でしかありません。知っているのに馴染みがない世界で、届くことすら難しい存在との長く絶望的な争いに挑む、そんなのあまりにも残酷でしょう。若者たちに背負わせるべきではありません。それは彼女たちのことか、それとも僕たちのことを言っているのか。でも最も残酷なのはすでに起きたことではなく、これから訪れることでしょう。誤解しないでください。わざと黙っていたわけではありません。ただ彼女が自分で気づくことを望んでいたのです。今みたいに人類にとってその気づきは欠けてはならないことですが、あなたが私に託したあの計画にとっても最も必要なものです。十分な証拠はありませんが、この計画が空間の編纂を終わらせたとしても、あなたは解放されませんよね。ほう。これは固有世界にいた私、彼女の運命から生まれた推測です。その本質を考えると、終焉の眉が自ら誰かを、いわゆる終焉の律者にすることはありません。過去の人々は律者がランダムに誕生することを避けるために、新時代に崩壊の意志という存在を用意しました。ですが、その崩壊の意志はすでに消え去っています。そしてあなたは眉から終焉の力を得ましたが、盗みに近いやり方でした。ですから、成婚計画という偉業は、もしかしたら本当の意味で成功させられないのかもしれません。自身の意志で、自身の条件を持って終焉の力を使いこなせるあなたが、永遠にそれを背負わなければ計画は失敗に終わります。初めからそうするつもりだ。ええ、孫子にとってそれが唯一の正しいやり方なのだと分かっています。あなたは死だけを望んでいるのですか？とはいえ、あなたにそんな願望はないんでしょうけど、かつての私と同じで、
あなたが今向き合ってる世界では、死こそが唯一の慈悲です。君が言うところの先代である彼女は、人類の未来のために自分の全てを捧げた。しかし僕は、まだだ。私たちはどちらも間違っていないみたいですね。ケビン、それなら、今、ウサギという名をヨルムンガンドに返し、あなたを殺す責任を背負いましょう。君にできるとでも？もちろん、できないわ。私はただ、責任を背負う、と言っただけよ。でも、あなたが持ってるその力は、あなたが経験した絶望と同等だから、誰かが私を殺そうとしている。できる見込みはほとんどないが、相手が努力し続けていけば、いつかは可能になるかもしれない。その時、私は全力を尽くした後に、倒されるだけだ。あなたにはそういう気持ちで、少し楽になってほしいと願ってるの。それは余計なお世話だ。もちろん、君は間違っていない。僕は崩壊を消すのではなく、檻に閉じ込めようとしているだけだ。しかし僕はその起源を、星の寿命と同じものにする。たとえ、あなたにとってはもう何もない世界で、永遠に一人で生き続けるとしても、しかも、終焉の権能のせいで、あなたはかつての戦友のように、生きる意味を再び見つけることができなくなるのに。それ以外に方法はない。そして君の言っている意味も、僕には必要ない。そうね。そういうものがなくても、あなたはここまで歩いて来られた。では、行きましょう。17号。今ですか？ええ。私も信じられないと思ってるけど、そういうことみたいね。あなたと私は、まだ人類じゃない。けれど、人類だけが持つ自由を手にしたの。私たちは思いのままに生き、思いのままに死ぬこともできる。自分の運命に抗う。それはもともと人類の特権なの。しかし彼は運命を知りながらも身を投じることを選んだ。やめなさい。彼のために定義を探す必要なんてないわ。でも、どうしてもその存在に呼び名をつけるのなら、きっと、ヒーローという言葉しかないと思うわ。私はまだ、そんな存在に挑む資格を持っていない。少なくともあなたは彼女のために涙を流すべきでした。これは彼女の友人としての怒りです。
渡りガラス。まだご存知ではなかったんですね。まあ、あなたに関心があるとは思えませんが、ハイヘビはすでに私をヨルムンガンドから追放しています。気にすることはない。このすべてが終わったらヨルムンガンドも意味を失う。わかっています。ただ裏切りがあなたの前で起きたとき、何も言わずに去るほど私は傲慢ではありませんから。これは私自身の選択です。私はニューアトラで、子供たちが地球に戻れるまで一緒にいるつもりです。すでに同僚ではなくなりましたが、子供たちに関わることなので、月の上空に来られるようにウサギが手伝ってくれました。なるほど。君が信じているものはすでに過去とは全く違う。両掛け戦略を続けるといい。僕はそれを阻止したりはしないと君も知っているはずだ。しかし孫秀、もし私が心から何かを信じていれば、きっと今日という立場になることもなかったでしょう。私は子供たちの手本になりたかったのかもしれません。鳥は飛びたいから飛べたんだ。それは鳥たちが切り開いた運命なんだ。少なくともそんな風に教えた人はそうしていると、あの子たちに見せるべきだと思います。しかしそれは真実ではないと君は知っている。確かに鳥が飛べるのは他でもなく生まれつき飛べるからです。ですが私たちが後世に残すべきものは赤裸々な真実ではなく、その真実を説明するための夢ですよね。すべてがフィクションだとしても、それには力があります。僕もそうであるように望んでいるよ。あの時僕はそう君に伝えただろう。はい。彼らをどんな場所に連れて行っても構わない。今はもう誰も君を止めやしない。だが、渡りガラス、僕たちが話した二つの可能性はどちらも終わりを迎えていない。これは。渡りガラス、飛ぶ話をするときに僕たちはあることを忘れがちだ。イカロスもかつては高い空を飛んでいた。あの時手を伸ばせば彼は太陽に触れられるはずだった。申し訳ございませんが、改めてお断りさせていただきます。心配しないで、試すだけでいいから。業に行っては業に従えって言うでしょ。もうすぐ着くよ。そうですね。師匠様の飛行技術って本当に刺激的すぎます。はあ、実際私たちはもう到着していますよ。一緒に神殺し走行で飛ぼうと誘っていただいた時点からです。ここでぐるぐると回っていただけですよ。スーサナ、もう着いたよ。スーサナ、師匠様、ここは私にお任せください。
心配は不要です。ヘスティア号は医療設備が整っていますし、実際彼女も休憩すれば問題ないでしょう。え、じゃあこれって。大したことではありません。スーサナさんは少々自分の適応力を見誤っていただけですよ。何はともあれ、任務を続行しましょう。彼女ならすぐに回復できるはずです。うん。あ、でも私が彼女を連れて先に戻るっていうのはどう？時間はあまりかからないと思うし。容赦してあげてください。それにすでに入手した情報によると、この任務もそんなに難しくはありません。往復する時間よりも先に任務をクリアできるってこと？その通りです。それに輸送艦に乗った方が B 級ヴァルキリーにとって心地よいでしょう。あ、そうだよね。それにしても、ここは大巨山だよね。ああ、出発しよう。話によれば近くの敵を全部倒せばいいんだよね。簡単に言えばその通りですが、厳密に言うと聖魂計画の意思に従い空間を編纂し続ける怪物を倒しても、その進捗を一時的に遅らせるだけで本当の意味ではここを奪還できません。一気に片付ける鍵は師匠様のような聖魂覚醒者の資質にあるんです。私？はい、聖魂計画での聖魂覚醒者の空間拡張能力を頼れば、敵を倒すと同時に編纂を薄められます。その後は旋回一条でより簡単にここを捕獲定着できます。そこまで終わらせられれば聖魂計画はこの地をどうすることもできなくなります。うん、それがヴァルキリーの報告によくある表現、工業化、それとも自動化かな。そういう言い方でも問題ありません。とにかく私たちのすることは開炎城やセイフレイヤーにいた時と大して変わらないってことだね。じゃあ目の前のエリアから始めようかな。あれ？この前テキパキとしてなかったらセイフレイヤーもこんな風になってたってこと？いいえ、というよりキアナさんがこの状況よりもずっと大変だったセイフレイヤーを取り戻してくれたんです。ところでキアナたちは本当に無事なの？彼女たちを信じましょう。より困難な状況を彼女たちは経験していますから。じゃあお寿司様は？彼女なら心配ないだろうね。ええ、それにゼーレさんも協力していますから。見た目はあまり変わらないね。大丈夫だよ。初めて大巨山で大巨剣器を使うのが、こんな相手と戦うためだなんて本当に予想外だね。当たれ、心をさやに利権を培う。これで終わり？このエリアは終わりに近づいてきましたね。ですが私たちにとって有利な空間拡張を終わらせるにはまだ少し時間がかかるかと。
それに確認しなければならないもっと大事なこともあります。もっと大事なこと？やはりそうでしたか。それで何があったの？大巨山はもともと人気が少なく、今から結論を出すのは少し早いかもしれません。ちょっと途中で話をやめないでよ。申し訳ありません。簡単に言うと、今までの奪還行動の中で。そんなことがあったの？まだわかりません。ですので師匠様、任務を続けましょう。行こう。これはそのまま消えた。これも計画のうちなの？どうでしょう。動ける聖魂覚醒者はもともと限られていますから。もしかしたら師匠様ほどの能力があれば、それも合理的なことかもしれません。リタの言いたいことはわかるよ。でもリタ様、師匠様、この声はスーサナ。彼女がなぜここに？だったんだね、師匠様。リータ様も。うん、この辺で作戦任務を遂行してるんだ。でもスーサナは輸送艦にいたんじゃないの？はい、どれくらい気絶してたかは分かりませんが、目覚めた時にはアルビトルが看病してくれてて、輸送艦での作業は彼女一人でできますから、師匠様たちのいる方向を目指して出発したんです。その結果、合流するどころか何度も怪物に遭遇して、仕方なく戦いながら探すしかなくて。怪物？スーサナ、あんたは本当にすごいよ。あんたのおかげだったんだね。私が？師匠様、何の話ですか？師匠様が言いたいのは、いろいろあったのにスーサナさんが先に任務に出た私たちよりもずっと早く虚数の造物を片付けたということです。違う道を歩いていたからですが、その戦果は確かに称賛せざるを得ませんね。虚数の造物ですか？でもガイドブックには。そうだよ、結構厄介だったの。前から言おうとしてたんだけど、もっと自信を持っていいんだよ、スーサナ。私が世間に触れたばかりの頃は今のあんたよりもずっとヘナチョコだったよ。師匠様、そんなことを言わないでください。私は見た目が植物っぽいから弱そうな怪物だと思っていたので、つい無意識でもそうでなくても戦果は嘘をつきませんよ。今度不朽なる刃で総合評価を行うときは、スーサナさんが自分の限界に挑戦できるように、その点も踏まえて判断しますね。でも今は任務を続けましょう。それもそうだね。世間では調子に乗りすぎるとバカを見るからね。はい、スーサナ、油断しないよう気をつけますね。行こう。のぉ、スーサナの見せ場が来たかな。師匠様とリタ様がいるのに見せ場なんてありませんよ。新しいスタルジックの水、雲を立つ。
ええ、かしこまりました。アルビトルさんがヘスティア号から初歩的なチェックを行ってくれました。このエリア、大巨山全体は正常な状態に戻っています。しかし空間の拡張はまだ終わっていないので、もうしばらく待つことになります。また先ほど話したことに関してですが、こういう時になっても住人を助けられなかったとしたら、奪還途中で他の部隊が観測した異常現象も決して偶然ではないと思います。住人？リタ様、それって、待って、あそこに人がいるよね。おーい、お待ちください、スシオ様。ね、そんなに心配する必要はありません。これも分かりやすい異常現象の一つです。話すと長くなりますから、ここの空間が安定しましたら主教様に状況を報告しましょう。もしかしたら私たちが直面しているのは勝てない状況かもしれません。やっぱりそうだったのね。本当に大変だわ。それでどういう結論に達したの？簡単に言いますと、私たちが見たものはいわゆる心霊現象とは関係なく、むしろ蜃気楼のようなものです。ふむ、つまり彼らは今別の場所で暮らしてるってこと？ええ、彼らの夢の中で地球は奪還できていますが、まだ多くの人々を解放できていません。そして私たちの作戦半径が長くなればなるほど助けられるものが少なくなります。実際3人が見たあの投影もごく稀な状況でしか観測できないの。現在の作戦範囲内で私たちが奪還した場所の大多数では人影すら見られなかったわ。でも先ほどリタ様のご両親を助けたばかりじゃないですか。それは多分彼らがもともと天命本部の近くで暮らしてたからだと思うわ。近くのナポリ一帯だと自然に帰還できた人口の比率は 50% 前後まで下がってる。そして住人たちもいろいろ怯えてる。安心させるためにはこう伝えるしかなかった。大崩壊はすでに始まってるけど、天命が必死に戦ってるからルールに従って自身と家族を守ってってね。本当に困った計画だよね、聖魂計画って。でもヨルムンガンド側にも手伝ってくれる人がいるって話もしてたよね。それってどういうこと？詳細はまだわからないわ。通信の仕方を見るとウサギじゃないかと思うんだけど、相手が実際に提供してくれた内容を見ると個人的な行動とも思えないの。え？相手は正体を隠したいようで、旋回一条付近に空白の聖魂空間の残片を大量に送ってきただけなのよ。私たちならその残片を利用することで地球奪還の効率を上げられるって向こうは気づいてるみたいね。長光様の推測ではニューアトラに残っている聖魂覚醒者と関係があるのかもしれないと。あくまで推測ですが。とにかくあの人たちはまだ聖魂計画が紡いだ夢の中にいる。空間奪還と人々を夢から目覚めさせることは別って話でしょ？ええ、その通りです。道理で勝てない状況だって言ってたわけだ。私たちの計画は順調に進んでいて、地球奪還自体も成し遂げられると思いますが、新たな手段を使わないと最終的に私たちが奪還できるのはほとんど人がいない地球になります。
それはダメだよ。最後まで戦ったのに結局成婚計画と変わらない結果しか得られないだなんて認めるわけにはいかないでしょ。ええ、それが私たちの改善すべきところなの。幸い今の状況も主導権がないわけじゃない。例えばこういう夢によって作られた問題を相手にするなら、私たちは自ら中に入ってみてもいいかもしれないわね。進みなさいってば。そうよね。じゃあ行ってくるわ。その足取りは鳥のように軽やかで、その思考は澄んだ波のように清らかで、その意志は盤石のように固く、そして彼女の未来は、彼女の愛する者と共に紡ぐ。ブローニャちゃんの判断は間違ってなかったよね。私はずっと一方通行の道を歩いてた。だから引き返そうとした時、私は全く違う道に入ってしまった。ケビン？いや違う。似てるけど、彼じゃないわ。あんな存在に気づいたら、二人もきっと同じように考える。だったら、たとえ私が起点に戻れなくても、同じ目標に向かっていけば、私たちの道はいずれ交わるはず。私を止めるつもり？あそこに、あなたたちにとって大事なお宝が隠れてる。クリアになってる。重圧を断ち切る。失礼。兵は機動なり。維持。逃がさない。前陣一進。でも他の波動もあるみたい。ないわね。いい加減うんざりしてきたわ。機動なり。
少し乱暴な手を使いましょう。ライコウ、ここに現れなさい。息を止めなさい。動いてる針と糸が一定の数になると網も揺れ始めて弱点をさらす。このひびの奥に何が隠されてるか見せてもらいましょう。どうやら私の判断は正しかったみたい。キアナちゃん、ブローニャちゃん、二人もあの力を感じたのね。あの力ってメイ先輩じゃなかったの？あれが起源の剣能だって私もブローニャもそう思ってた。とにかく合流できましたし、ひとまず状況を整理しましょう。じゃあ今のメイ先輩は？雷の律者であり起源の律者でもある。とはいえ違うのは名前くらいかしら。起源の剣能の理解に関してはまだ時間が必要なの。何でも断ち切れるこの感覚も起源の剣能のおまけだけだと思う。残念ながら終焉の律者や眉に関する情報は入手できてないわ。大丈夫です。それも博士たちの想定の範囲内ですから。まずは話を現状に戻しましょう。メイ姉さんが今言ったあの力が起源の剣能でなければ、学園長が話してた異常現象と関係があるとブローニャは思います。異常現象？もう一つの結論を先に話そう。終焉の眉は人類の夢、その集合体の最深部に隠されているのかもしれない。つまり地球奪還の行動は結局最終的に終焉を超える行動に結びつくってことかしら。この問題を2つの面から考えてみて。まずは最近の行動結果を見る限り、夢にいる人たちを地球の空間とともに現実に帰還させることは難しい。一方、みんなが月から持ち帰ったサンプルを解析したとしても、旋回一条は終焉の眉の位置を特定できない。それはつまり、私たちが通り抜けることができない、何らかの障壁が眉を隠してるってことよ。今ある情報から見ると、そういったレベルの障壁は、あの夢の集合体以外に、選択肢はないわ。状況は厳しい。だが幸いにも僕たちには挽回する余地がある。ただ今の問題は。その前に確認したいことがある。テレサ主教、誰もが一定の代価を支払うことになるとしても、
世界を元に戻す覚悟はできている。そうだな。何があったの？それはすでに天命とネゲントロピー、ひいてはヨルムンガンドの一部メンバーの共通認識だと思ってるんだけど。あんたの言う通りよ。ベルト、本題に入りましょう。ああ、原理的に言うと、前に話したあの現象が起きた原因はそんなに複雑な話じゃない。人類の夢を全て一箇所に集めると、精神のアダムという巨人が現れる。それはヨルムンガンド側が話してた夢の集合体の説明かしら。ああ、人々の夢をつないでいるのが精神のアダムだ。故に彼らは互いの精魂空間を共有できる。精魂空間を共有？結果から見ると、彼らの精魂空間は干渉し合うことで互いの情報の空白を埋めているようだ。外部との接触を拒んだセンチネル族は現代社会の暮らしを理解できないだろう。人類は交流と想像だけで未知の世界を具体的に認識することはできないんだ。精魂が記録しているのは言語や画面のような簡単な概念だけじゃない。精魂空間の共有によって実現するのは限りなくリアルに近い夢の世界だ。そしてその夢は、人と人との差を利用し、彼らの求める未来や潜在的な理想を映し出す。ユートピアそのものね。とにかく夢の主は、向き合うはずの現実を潜在意識で拒む。今までの手段で彼らを解放できない理由は、そんな単純なものだ。俺たちが奥深くに入るほど、空間への影響力が弱くなり、潜在意識の拒絶に抵抗するのも難しくなる。みんなが子供の頃、注射を怖がったようにな。つまり、夢を見てる人たちが夢を出られないのは、彼らがそう願っていないからなの？そうよ。結局のところ、夢は自分の潜在意識と直接交流する手段に過ぎないの。だから、夢を見る人の感情や好みに左右されてしまう。それを避けることはできないの。技術面で言うと、夢の集合体はブラックホールのように一種の得意点になってる。私たちが虚数化した地球を現実に戻しても、大して影響を与えられないの。ここまで話してて一番腹が立つのは、私たちが彼らを解放するための方法を考えてるっていうのに、本人たちはまだ虚数空間でいい夢を見てるってところよ。考えただけで血圧が上がるわ。害を避けたいと思うのは生き物としての本能だからね。被害者たちは自分が夢の中にいることにすら気づいていない。夢から目覚めるわけがないだろう。ふん、知らないわよ。彼らは夢に隠れられることに喜ぶべきね。でないと、私のテスラ10562で頭を叩かれて目覚めることになるわ。つまり、アタクシたちの今までの努力は無駄ってことかしら。残念ながらその通りよ。夢の集合体、もしくは精神のアダムは、自らを強化し続ける情報の眉。ケビンをボコボコにしたって状況は変わらないわ。もちろん、ケビンをボコボコにするというのも、テスラ博士の冗談だよ。ち、うるさいわね。とにかく、状況はかなり不利ってことよね。じゃあ、さっき話してた対応策って何？代価がかなり大きいみたいだけど。ベルト、あんたから話して。いいだろう。先ほど言ったように、精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望のせいで、非常に硬くなっている。となると、最も安定した夢を狙って、かっこ撃破すれば、残った夢は不安定になり、徐々に解体されていく。撃破？ええ。エネルギーを用いた武器で爆撃して、武力的な手段で頑固者を一掃すること自体はできるけど、
さか夢を消された人たちはどうなるの？おそらく精神面で重いダメージを受けることになる。精神のアダムが背負ってるのは通常の意味での夢じゃない。美しいものを求める人々の意志なんだ。外部の力でそれを壊してしまうと、記憶、感情、夢、さらに願望というもの自体が夢と共に破壊されてしまう。夢の主にとってそれは精神世界の津波のようなものだ。現実世界に戻った彼らはどうなるか。ポジティブに考えてもうつ病患者のような状況に陥ってしまうだろう。何しろ人類にとって願望を失ってしまうことは全てを失うことと同じだからね。つまりその人にとって人生そのものの意味を失うってこと？そう。人類の潜在意識の集合体に正面から対抗すれば多くの人々が犠牲になる。テレサさん、それは僕たちがそうすると決めた時に支払わなければならない代価だよ。本当に腹が立つわ。あの人たち自身にも腹が立つけど、このまま彼らの運命を決めてしまったら、私たちはユルムンガンドと大して変わらないでしょ。ああ、だからこそこのプランは今まで放置されていた。たとえ本物の神でも誰かの人生を決める権利など持ってはいない。これは今までネゲントロピーが守ってきた信念だ。しかし今そんな理不尽なやり方が僕たちにとって唯一の活路になってしまった。地球奪還も意味がなくなり、終焉の眉の位置を割り出す方法も行き詰まっている。他のプランを考える時間はそう多くないんだ。ムカつくわ。どうしても我慢できないのよ。立場が変わってもより良い答えを見つけられるわけがない。まるでケビンに嘲笑されてるみたいじゃない。確かにあのふぬけどもに対してはちょっとした痛い目に合わせてやりたいと思ってるけど、本当にこのままやけになってあんな心ない成婚計画が好き勝手してるのを放っておいていいの？嘲笑されてるというより、むしろ問い詰められてる気分だわ。もし人類が文明のために何かを捨てなければならないなら、ケビンは私たちにどんな答えを望んでるの？そうね、彼はとっくに彼の選択をした。成婚計画、それが彼の答えだった。彼は答えを期待していないかもしれないし、これも私たちのために残した試練じゃないかもしれないけど、それでも私たちは答えを出さなければならない。そういえばあの時もしかしたら暴力は夢の集合体を突破する唯一の方法じゃないかもしれない。成婚計画に捕獲された時、偶然だったとはいえ、私は確かに自分が夢の中にいるって気づいたの。それなら、あの精神のアダムも打ち破ることができないわけじゃないと思う。再び成婚計画のメインネットワークをかき回すことで、精神のアダム内部に潜入し、閉ざされた夢を崩し、連鎖反応で解体を狙う。そして夢が緩んだ時、正常空間の定着を進め、その人たちを現実に帰還させる。同時にその過程で終焉の眉の座標を割り出す作業をする。第一歩が順調に終われば、その後の行動も理論上問題はないと思う。そうなると今のところ主な問題は一つだけね。どうやって内部から夢を崩すの？成婚空間の中で私は夢を見てるって気づいたことで、それを突破するきっかけを手にしたの。
夢の頑丈さが現実に対する拒絶から来てるなら、夢の主に何らかの形でそれを受け入れてもらえば、あの固い夢たちを緩ませることもできるわよね。知ってると思うけど、少なくとも一部の人にとって夢は現実よりずっと魅力があるのよ。あ、テレサ、その考えは本当に実現可能かもしれないわ。え？ほら、あの人たちにとって夢は現実より魅力があるでしょ。じゃあ私たちが手伝って成婚計画以外のところで彼らの夢を作らせれば、成婚計画の夢の集合体から見れば現実と夢の関係が逆転することになるでしょ。ごめんなさい、ちょっとついていけてないかも。どうしてそうすると夢と現実が逆転するの？もうこう考えてみなさい。その人たちは欲しいものがあるからこそ夢に執着するのよね。目の前の夢ではその願いを満たすことができないって気づかせたら、相手は新しい世界を切り開きたいと願うはずよ。その考えが生まれたら、もともと楽園のように見える夢の集合体はむしろ現実的な枷になる。そうすれば個人個人が夢の集合体自体を否定することになるでしょ。つまり自分で何かを作りたいと考えるように相手を誘導すれば、その人はおのずと精神のアダムと敵対する立場になるってこと？おそらく敵対よりはずっと穏やかだが、紛れもなく非協力的になるだろうな。ああ、本当の創造は集団の潜在意識に対する反発。試す価値はあると思うよ。ただこの方向で試してみる場合、おそらくやり始めたら最後までやり遂げる必要があるだろう。ね？ああ、それもそうね。それが効果があるやり方なら、プラン自体にランダム性があるせいで、私たちは結果をコントロールできない状況になる。運悪く、防御力がより強い精神のアダム2号を誕生させてしまったら、今までの努力が全部水の泡よ。それなら、より試す価値があるじゃないか。はあ？ボサ頭、あんた。冒険を主張しているわけじゃないよ。僕たちが話し合ったように夢を壊す戦術は本当に見えるが、大火力が必要だし、途中で発生するリスクの予想も難しい。ケビンが直接干渉してくる可能性も含めてね。だから技術面で言うと2つのプランのどちらがいいか判断しづらい。だったらより人間らしいプランを選ばない手はないだろう。というより第一歩の操作が成功したら、あとは人類に助ける価値があるかどうかの検証をするだけだよ。テスラ博士、君の怒りも非合理的なものではない。人類がただ一方的に助けられるだけの立場でいるなら、僕たちは飼いならされたハムスターと大して変わらない。自立して生きる能力などなく、世界を変える意志もない。そんな人は救わなくたっていい。まあいいわ。あんたはそういう意地の悪い人間だってもっと早く気づくべきだったわ。いや、僕は君よりも人類の根性と可能性を信じている。ただそれだけさ。人類には助ける価値があると僕は信じている。でなければキアナたちが世界はより美しくなると何度も何度も思うはずないだろう。ましてやそうでなければ成婚計画が構築した夢の集合体もあれほどの美しい夢を作り出せるわけがない。違うかい？俺はアインの考えに賛成する。確かにこれは最後までやり遂げなければならないプランだ。だが俺たちが人類の素晴らしさを信じている限り、これはより試す価値のあるプランだと思う。成婚計画に抗うことが人類の自我と中傷の戦いなら、人類全体の運命が決まるこの戦いには人類全体が参戦するべきだ。好きだらけの考えだったのに、まさかここまで話し合うことになるとはね。でもみんなが賛成してくれたなら。ええ、このプランで行きましょう。同胞が俺たちを失望させないことを信じよう。
次は夢に入る人を決める段階だね。理論上参加する人が多ければ多いほど理想的だが、何事も初めが大事だからね。僕たちには先駆けとなる人が必要だ。聖魂空間に対して十分な忍耐力を持ち、夢の中で迷ったりせず人を振幅させる話術も必要。そんな相手ならあなたたちの前に一人いるでしょ。それってテレサさん自身のことを言っているのかい？でもデュランダルたちが奪還した現実世界はあんたに定着させなければいけないのよね。それについてはきっとジークフリートがうまくやってくれると思うわ。彼はずっと後方で待機してて愚痴をこぼしていたから。他の作戦面の手配に関してはリタ、長光、琥珀たちを信じてる。彼女たちならきっと正確な判断をしてくれるはずよ。しかし精神のアダムの内部はまだ未知のエリア。あ、そういえばビシュヌの能力で。確かにそう考えると作戦スタッフの中でテレサさんより向いている人はいないと思う。あれは最後の切り札だけどね。でも客観的な理由よりもみんな忘れてるなんて言わないわよね。授業を担当することはあまりないけど、私は学園長なのよ。